富田浜病院は、三重県四日市市戸田浜町にある、総合病院。かつては、三重県三重郡戸田町大矢座修玄副校の番地に、あった、結核治療を目的に設置された、民間病院、療養所。設置者は、石田誠医師。富田浜病院グループを形成している。富田浜病院は、医師、石田誠が大正7年度に創設した。 1924年に富田浜看護婦学校が創設された。昭和31年度に医療法人、昭和60年度に特定医療法人に改組して、総合病院へ拡充して、最新設備を導入して整備した。富田浜は伊勢湾沿岸の地域で付近に交通網として、富田浜駅と付近には富田浜海水浴場があった。な別荘地として知られて、 夏は涼しく冬は暖かく、結核患者の療養には最適な理想的な土地だった。医師団長は、富田浜病院を結核治療の専門病院として発展させたが、創設当時は感染症がうつるとして、付近の富田地区民の理解がなくて、先住の医師たちとの競合などの困難があった。順次敷地を拡張して、約一万六千平方メートルの敷地に配置した、病棟。 日光浴室、図書館、庭園などの構成は、ドイツのミュンヘン大学の付属病院を模範とした。整形外科外科内科泌尿器科の神経外科リハビリテーション化形成外科放射線科、リウマチ科。ありがとうございます。